皆様お久しぶりです。まあ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 けほー。いやーもう本当に本当にお久しぶりですよね。はい、というわけでね、まずはねこれを言わなきゃいけないです。皆様明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、まあそんなわけでね、日本一遅い新年のご挨拶でした。いやー、いろいろね喋りたいことはあるんだけど、ちょっと私のことはねまとめて最後に喋りたいなと思います。というわけでまずはドラゴンズ。はい、久しぶりにねちょっとリアルタイムで、試合見れたんですけど、やっぱね相変わらずな試合してますよね。本当に4安打完封負け、もうなすすべなしいやなんかね2対0っていう、まあ、一見ね接戦かなって思えちゃうようなスコアでしたけど、まあ私の体感ではもう全くもってそんな接戦には感じなかったし、一方的なね展開で負けたっていう感じでしたね。今年はね本当に試合を終えてないんですけど、まあでもそんな中でもね感じるのは、ピッチャーがねこう頑張ってる時は点が取れなくって、で珍しくね、頑張って点が取れてるっていう時はピッチャーが崩れるっていう、もう本当にねなんでそうなのっていうぐらいうまいことね噛み合ってないですよね。まあもちろんね今永投手にしろ東投手にしろもう素晴らしいのはねもう分かってるし、難しいのもね分かってるんですけど、まあそれでもねなんとか点取っていかないともう始まらないですよね。しかしあれですね、京田くん元気そうだったね。いやもうね元気なのは嬉しいんだけど、もうドラゴンズ戦以外でお出しします。いやーこれでねベイスターズには0勝5敗ですか。いやー去年の悪夢が蘇りますね。まあとにかくね、まあ切り替えて来週からまた頑張っていくしかないですよね。というわけでね、ドラゴンズの話に関しては一旦終わりにして、ここからは私のことについてお話しさせていただきたいと思います。ツイッターの方ではね近況報告ってことでちらっと言ったんですけど、実はね先月ぐらいにうちのこのトノ君が、病気になってしまいましたね。さあいよいよね開幕が近づいてきたなーっていう時だったんですけど、ちょうどねその頃に異変がありまして、まず最初はね、血尿だったかな、それでね病院連れてったんですよね。でそしたら、腎臓が悪いと、言われまして、でまあ結論から言うとなんだ腎臓病ですね。それも、4段階あるうちの、一番悪いステージです。そこからねもう一気に体調が悪くなっちゃって、で脱水もすごくって、で入院したりで一旦ね帰ってきたんですけど、まあそこから、まあ、回復せず悪くなってしまって、で結果今はね、鼻からカテーテルをこう通して、そこからご飯とお水をこう体の中に入れているっていうような状況です。でねとりあえず今は、まあ、家で自分、まあ、私が、トノ君に点滴をさしてあげるっていうような状況になってるんですけど、入院代もねもうすごくって、1週間ほどの入院だったんですけどもう10万ぐらいってなりました本当に。でその前もねもう毎日通院してて、で退院後も毎日通院してて、でその1日まだ約5000円から1万円ぐらいを毎日毎日払い続けて、でしかもねまあ、今だとそのお鼻からの、カテーテルでお水とご飯なので、
今は、仕事中ね、昼休憩に、お家に帰って昼休憩を使ってお家に帰って、で45分しかないんですけど昼休憩で、その間にすごい勢いで帰って園くんにお水とご飯をあげて、ですごい勢いで帰って仕事みたいな、もう全然休憩もできない、私の休憩時間はもう一切なくって、で家に帰ってきたら帰ってきたで、まず園くんのお世話から始まり、いやもうね、とにかくね、もうバタバタだったんですよね。でもう園くんもね、もうフラフラで歩くのも結構こうままならないような状態で、もう、まあ、排泄ですよねが、どうしてもね、おトイレに、猫用のこうおトイレ一応あるんですけど、まあ、そこに行けなくって、その場でしてしまうみたいな感じなので、もう一応ね、まあ、トノ君のベッドは用意してるんですけど、まあ、それの洗濯もすごくって、さすがにね、それを人間の服を洗う洗濯機にそのまま放り込むっていうのはどうしてもちょっと私はできなくって、まあ、そうするとね、手洗いで一回こう流してみたいなのをやってたら、もう洗剤で手は荒れるわめちゃめちゃ痒くって、もうこの辺ももうすごいことになってしまいました。いや、こんなにね、ちょっとまあ言うたら介護ですけど、こんなにね大変だとはね思いませんでしたね、本当に。いや、もう本当にね、病気が発覚してすぐぐらいの時なんですけど、もう本当にもう全く動かなくなって、でもうね、体もね冷たくなっちゃって、で先生にももう今夜がその山みたいな感じで、持って2日ぐらいだっていう風に言われて、でもう本当に最後のそのまあ選択として、その鼻のカテーテルっていう、選択だったんですけど、まあそれかもうこのまま見取ってあげるかで、いやもう本当にね、もう悩んでめちゃくちゃ悩んだんですけど、まあこれはね、もう本当に賛否両論あると思いますが、私はね、まあ、延命の方の道を選びました。いや、果たしてね、トノ君にとって、いや本当にね、それで良かったかっていうのは、まあ、ちょっとね、わからないんですが、いやもう本当にね、突然のことで、でもう急激に本当に弱ってったんですよね。なんでもう本当にね、良かったのかわかんないですけど、まあね、私の膝の上に乗るのがね、すごい好きだったんですよ、トノ君。でずっとね、病気になってから、ずっとね、お膝の上にも乗れなくて、なんとかね、元気になって、もう一回私のお膝にね、乗ってほしいなって思って、ただね、本当に、まあ、トノ君にとっては何がいいのか分かんないですけど、まあ、これは私の思いですけど、まあ、そんな思いでね、この選択をしました。でね、まあ、結果として、腎臓病は、ね、よくはならない、まあ、病気なんですけど、まあ今ね、自分で、歩いて、フラフラしながらでも歩いて私のお膝の上に、乗ってくれる状態になりました。いやもう本当にね、賛否あると思うんですけど、まあ私はね、まあ、その道を選んだので、私のできる限り、全力でね、サポートしていきたいと思います。というわけでね、なかなか毎日、動画を上げるっていうのは、まあ、厳しい状況で、まあ、今後もね、トノ君のちょっと体調を見て、
元気そうな時、動画が撮れそうな時には、撮っていきたいなと、思ってるんですが、いただいたねあのスーパーサンクスに関しては、全額トノくんの、治療費に、当てたいと思いますので、ぜひね、無理のない範囲で、ご支援いただけると、嬉しいです。まああのね、今年一発目の動画だっていうのに、まあ、こんなしんみりした話になってしまって大変申し訳ないんですけど、私もね、頑張っていこうと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、それじゃあね、久しぶりにやりますか。解散。